驚きました。驚きました。迫力ありましたね、まずね。いやね、政治ってこういうものなんだ。うん、いやこの年になってなんかそれを思い知らされた感じがしますね。うん、そうですね。いや少なくとも山本さんが言ってる言葉一つ一つ打ち出してきてる政策、はい、うんうん、ロジカルに全然問題ないと思います。なるほど。非常にまっとうなことを言ってる、うん、しかもなんていうかな、こうパッションですよね、うんうん、もう政治がこれをやらなくちゃいけないんだ、うんうん、こんなにその路頭に迷ってる人たちを、うん、ほっといていいのかっていう、そうですね、このね、なんかこう湧き上がる熱意、うんうん、いやー本当にね、これまで政治の世界ってなんか要するにどうでもいいことをね、うん、適当なことを言い合って、まあ誰でも変わらないねっていうような見られ方してたじゃないですか。うん、そうですね。まあ、基本的に地方政治においても国においても官僚がある程度のプランを出してきて、それを承認するというのが政治家の役割。でそれをその打ち壊すというようなこう勢いをこう見せた政権というのは今までも あったけども、結局やれたことって官僚が作ってきたもの、それにちょっとこうイチャモンをつけて少し変えたりという程度だった。ところがこの本当にこの社会全体が危機的な状況にある中で、これだけ困ってる人、うん、本当に今もう命すら危ないというぐらいの窮状にある人がこれだけいるのに、そうですね、政治は何をやってるんだ、うん、で単にそれを吠える批判するだけじゃなくて、うんうん、自分はこういうことをやってこの人たちを救うんだ、はい、うん、で今本当にもうギリギリの状況にある人だけじゃなくて、うん、これからそういうことになりかねない人たちも、うん、今真剣に考えてくれと、うん、私はあなたたちがもしこんな厳しい状況になった時にもすぐに救える政治をするんだ、うんうん、こういうねこのすっごい熱意、うん、いや僕はその政治っていうものにこんな迫力を感じたことはなかった、うん、まあ、記者会見を見た限りですけれどもね、山本さんが訴えていることは今このコロナの中で非常にその、はい、まあ明日の生活も知れないような困窮者や、はい、まあ、非常に私たち多くの大人にとってたとえ10分でも、まあ、記者会見を見た限りですけれどもね、はい、山本さんが訴えていることは今このコロナの中で非常にその、はい、まあ、明日の生活も知れないような困窮者や、はい、まあ、非常にその事業的に困っている人たちがいる、はい、その人たちに対して国からお金を引っ張ってくること、さらには、東京都が、都として地方債を記載して徹底的な援助をする、それを即時実行するということを、まあ、訴えていたと。そうなんですよ、うん、今まで東京都が溜め込んできたお金がこれだけあって、それがこれだけもうほとんどなくなってるという話してたじゃないですか、はいはい、ずっとしてました、はい、そんなことはどうでもいいんだと、うん、東京都にはこれだけ財政的な力があるんだから、はい、その公債っていうものを発行すればこれだけのお金は十分作れるんだ、そうすればやれることはこんなこともこんなこともこんなこともあるんだと、うん、いうことを明確に打ち出した。そうですね。で、しかもそれをちゃんと財源の裏付けを持ってやれるかどうかの検討をして、まあ、今この時期だったんだと、そうですね、この時期に出馬表明したんだというふうに言ってますね、うんうん、やはりこれこそ政治なんだなということだと思うんです、うんうん、でそうなってみると一方で、はい、人ですよ 2.0 おばさん大改革 2.0 そう、もうあれは何なんだと、はい、うん、もう多くを語る必要ないですよね、うん、そうですね、もうその回路台の主席の学歴がどうのこうのとか、うん、小さな問題ですね、もうこれまで言っていたことが嘘をごまかしだとか、うん、もうそんなどうでもいい、うん、要するに役に立たない、全く、そうですね、うん、もうこれはもう多くの説明を要しない、そうですね、もう本当何分かのこの言ってることを2つ比較してみたらもう一目瞭然でしょうって話ですよ、はい、うん、そうですね、いや本当にねこれはさすがにもう圧勝だと言われていた、その今回の小池氏圧勝だと言われていた都知事選にも大きな影響があると私は思います ね、うん、そうですね、これみんなですね真剣にこの
山本太郎氏の訴えを受け止めないといけない、うん、そうですね。それで、まあ、ここで、うん、あのこの前の、うん、あの